やっていきましょうかバイーまあせっかくね動画開いていただきましたんでクレーンゲーム成功した暁月にはぜひチャンネル登録とグッドボタンを押していただけたら嬉しいですでまあ、動画まで最後までご視聴いただけると嬉しいです今日の動画の最後はおそらくねパンチラならぬまあ女子大生 G カップ女子大生とのねハグが見れると思いますんでぜひ最後まで動画ご視聴くださいということで、ね、まあ チャプターこの、ね、2がそんなに長くないというか、まあ、短いというか、まあ、そんなチャプターなんだけど、このチャプターがすごく長くて、まあ、一応そのアシュリーね、救出をするところまでっていうのがまあチャプターのあれなんだけど、何よりも多分ね、一番難しいのって、このチャプターの、この今まさにやってるクレーンゲームなんだよね、こうやって挟めてるはずなのになぜかこう、鉄をすり抜けるという、実はやつは実体がなかったみたいな、ポケモンでいうところのゴーストタイプだったっていうね、そういうオチなんじゃないかなってことを思ったりもするけどね。うーん だからなんでこんなスル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 ってすり抜けていくのかっていうのがすごい不思議なんだけどね。ちょっと微調整、微調整、微調整をして、ガチャと思うじゃんっていうね。なんでやねんっていう。<laughs> いや、マジでほんま、別に関西弁とかを使いたいがために突っ込んだわけじゃなくて、もうシンプルにほんまなんでやねんっていうね。いやー、なかなか、うん、難しいよな。あれ、3回とも成功させられる人っておるんかな,なんかそこら辺がよう分からへんねんけどな。キック。 あくそ、後ろのやつも倒せたら一気にナイフでいけたらと思った。よし。さあ、起き上がってこいそう、前回でいよいよあの、ブラックテイルを売ったっていうね。うん、やっぱハンドガンを残しとくのもありかなと思ったんやけど、まあ、ちょっとアイテムスペースの関係上ね、あの武器が多すぎると、こう、いろいろとこう、一つ一つの武器のストックがやっぱ少なくなっていってまうっていう、そのデメリットもあったから、そこを考慮すると、うん。あれもう一体どこ行った あ,あ、下にいた。オッケー。ベリトゥベリー。ーそういう技なんかな。どう見ても、まあ、バックドロップっていう感じがするけど。下にいるやつ、上がってきたね。<laughs> 遠くにいればよかったもの残念だな。接近戦ではナイフの方が早い。ーガンでやってきたことが、運の好きだったな。ひゃ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 。まあ、そんなことはどうでもいいや。えっと、どこまで行けるかっていうとこやな。まあ、でも、 ここまで来たら、とりあえずアシュリー救出まで一気にやってまうっていうのもありかもしれん。ありかもしれん。なんか、ちゃうねん。ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねなんか、すごい中途半端なイントネーションになってるというか、なんか、その、なんか、頭の中でハットリがイジがちらついて、ちらついてしまってる感じがするな。うん。そう。いや、だから、ぜ、前々回くらいから、その、視聴者さんというか、友達というか、まあ両、両方からツッコミが入って、 その関西人って歌ってるんだったら関西弁できちっと喋れやみたいなこと言われて。やけど、まあ一人でベラベラ喋ってるとどうしてもこう喋り口調が普段とこう違う感じになって思うて。なやろこうしゃうん。バウチから。キック。あやばい、バウチか外す。で、キック。o で、こいつを始末するのは。OK。キェック。なんか地,地味、地味なんだな。 こいつって、シンプルに、無視してさっき行ったら、生きてるんやったっけあ、来てるな。あ、近い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 。あ、お、おーあはーんおまたナイスバディの開脚タイム。うわー、マジか。そっか、一撃必殺の体力やっちゅうことか。んなんもうこっちも遠慮せんとやってった方がいいかもしれへんな。 なんかちょくちょくしょうもない死に方してるよね。なんかここで死ぬのはしょうがないよね、みたいな感じじゃなくて、ほんまになんかもうシンプルにしょうもない死に方をして、ちがうちうこんなやつにこんな贅沢な武器使わないですよ。オッケー。でで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 でデ。オッケー、一体目。死体になった瞬間になぜか体をすり抜けるというゴースト現象第2弾。チンコ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 。あ、そうそうそう。 あの、だいぶ前だけどさ、なんかチ、ち、ちんこで思い出したわ。あの、やっぱ育ちの違いってすごくでけえなって思ってきうっう、思ったでエピソードがあって、その僕、すごい、あれこれってさ、ちょっと待って。一個だけ実験させて。これ今、このまま売ってろ。はい。玉の無駄遣いになるんで、そのままいきます。まさかのすりぬ、すり抜けると思ってたら、すべてカキンってなるかなと思ったら、まさかのすり抜けあった。<laughs> そそうそうなんかごめんなさいね話すする音がう,うざいよねごめんえっとあそうそうあのー、誰だったっけなあ世界の果てまで行ってきゅうっていう番組が結構好きで当てた赤い赤緑の双子ちゃんビ。そう世界の果てまで行ってきが好きででクリスマスにやってたなんかあので出川女子会みたいなやつの回やばいくしゃみが出そう あのほらデガー女子会ってデビ,デビー夫人とさなんかよくわかんないお若いお,お姉ちゃんたちが一緒に行くみたいなそういうやつでその中でなんかあのデビー夫人の足を踏んじゃったっていうシーンが出川さんがデビー夫人の足を踏んでもうたっていうシーンがあってちんちんチンチンおちんちん切るわよみたいなことを言ってたシーンがあってそれを見て僕はめっちゃ爆笑したんですよ、うん、だけど嫁はもうほんまに嫌そうな顔して「ゲヒンやわ」って言ってて。 あ,あもうなんか下ネタはもうほんま下品やわーみたいなこと言ってて、あ,あもうここにもう完全なる育ちの違いが出てるんだなーっていうのは非常に思った次第だったんですよね。だ僕とかってシンプルにあのドリフとかバ,クトバカトロとかがすごい好きな家、家庭だったし、まあそれを見て育ってきたっていうのもあるから、まあ多少、すげえする面白い、すげえする面白い。多少のね、その下品な ことって、例えばその、あの、き、き、金玉とか、ちんちんになんか、物が当たって、キーンってなって、アオとか言ってるやつとかさ、ね、あの、か、かちゃったかさ、志村けんとかが、アオってなってるやつとか、すごい好きで、で、嫁さんの家はね、まあ残念ながらね、あんまりお笑い番組を見る習慣がなかったらしいんで、でその漫才とか普通のね、M1 とか、そういうのも含めてだけど、ってなったらやっぱりその、お笑いの感覚とかっていうのがずれるもんね、うん。 そういう意味では、やっぱり、あの、まあ別にその、僕はそれで後悔をしてるうんぬんとかっていうのは全くないけど、あの、笑えるつぶわが共有できる人と結婚するとか、パートナーとして選ぶとかっていうのは、まあ、ある,ある種重要視するのって大事なんじゃないかなっていうのは、 思うけど、ね、だからそういう悩みを抱えてる方はね是非笑いのツボが合うかとかある程度の,その趣味が合うかとかどうかとかって、ね、例えばその,あの一つの趣味にすしてもアウトドアなのかインドアなのかとか、まあ、映画が好きなのか本が好きなのかあのスポーツすることが好きなのかとかそういうまあいろんな基準があると思うから,だからそういうのが好き嫌いとかっていうのがあまりにもかけ,かかけ離れてしまってると、まあ、長くこう短いうちはね何だろうその 単発の恋愛とかその短い恋愛みたいなあの本当にワンナイトラブとかもう数ヶ月で終わるような恋愛をするようなんだってああお下手くそするくらいだったら別に何て言ったらいいんだろうあの相手の見た目とかだけで十分 OK なんやけどその長く付き合っていくとかその生涯のパートナーとして付き合っていくみたいなことまでをこう考えているんであ,あれあいけたよなうん。 っていうことであれば、まあ、その、ある程度その共通する考え方とか趣味とかっていうのがないと、やっぱりね、そこがやっぱ一番目についてきちゃうし、こう勘に触ったりとか尺になったりとかする可能性が高くなっちゃうんで。 だから、まあ、見た目ね、ね例えば、その筋骨隆々の男が好きですとか、おっぱいの大きい女の子が好きですとか、首のある女の子が好きですみたいな、まあね、あの顔がタイプとかねっていうのはすごく大事なんだけど、最終的には性格の一致が重要なポイントになってくるんで、まあ、性格とかあの共通の趣味考えが持てているかどうかとかっていうところがね、それがな,ない場合は、まあ、ちょっと、うん、考え直した方がいい可能性があるかもしれんというところですね。 唐突に始まった恋愛相談ということでね。ちょっと待ってね。すごいね、今ね、鼻が垂れそうで、鼻すすると、その音がも、もう多分この実況内でも2回くらいやってて、皆さんに不愉快な思い出しちゃってるから、そこちょっと気をつけなきゃいけないなと思ってる。あん、はん。どうしようかな。弾だけ装填して空にしようか。<laughs> これは拾って、よし。でも使ってしまおう。これしといたら、 オッケーやなあれ、ここなんかサファイアとかあったっけサファイアじゃないエメラルドとか。マ、ま、イ、あ、か。サファイア、エメラルド、ルビーっていうね。なんかそこら辺のさ、宝石の名前とか出てくると、こうバ,イバイオでもさ、結構そのトパーズとかさ、ダイヤモンドとかね、色々あったりとかするけど、どっちかっていうとなんかルイージマンションのイメージがあるんだよね。イエローのダイヤモンド拾ったら、なんか、あれ一1しないのかおめえら。なんだよなんだよ。 ちょっっと待って、なんかすげえ重いすげえ重いなんかセルフセ,セルフする重い急に速くなるし今あのなんか編集で何とかしたとかそんなんじゃないですけどなんかシ,シンプルになんか急に速くなってロ遅くなったりしたなぜ怖い特に売れそうなものはないかな大丈夫かな <laughs> うん あんまり近くでナイフを振,り振っちゃうとねあの、やつを切り刻んでしまうからね。切り刻む。よし。切り刻んで思い出したけどさ、あのスターダンの、あのスカレット,バレット・バイエルっていうのさ、バイオじゃねえやポケモンの最新作のさ、スターダンの一番最後に出てくる、まあ、一番最後かどうか、あれか、オープンワールドとか別か、まあ、一番強いスターダムのボスがさ、 ビワっていう筋骨隆々の女子なんだよね。歌舞伎役者みたいなあの化粧をしている、明らかに百八十五センチくらいありそうだ女の子なんだけどね、すっごい優しい性格で、こう、ガタイと性格が全くもって合っていない。あ、拾えんかった。This is l <laughs> i o n t h i s is l i o n r e q u e s t backup!I repeat, request backup! うん。 で、ここで仮に繋がったとしてもさ、まあ、敵地のそのスピーカーだから、やつがどこにいて何をしようとしているかみたいなね、サラザーじゃなサドラー視点からしたらね、それがバレちゃうからね、あんまよ,よ,よろしくない気もするけどね。またなんかまた、またなんかセル,セルフスローモーションになってる。おい、やめてやめてやめて。はい、じゃあ降ります。ーんーガゴン。振り返ります。 てか、まさかの、カラス2発撃たないと倒せなかったという、なんかすごい黙ったけどなんでねえ。よし、じゃあ戻ろう。ここに敵はいないはだからその、なんか微妙な、そになーのうーん、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 うーうーん、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 うー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 ん、ー あんまりもうこれ以上ライフルを使う機会っていうのが、あともうチャプター5の4くらいになってくるのか。ここでちょっと大量に使って見えないいけーる。OK。あはあ早速発狂しやがった。よいしょ。ちょ、近づ、近づいてきてる間に、近づいてきてる間に。あー、早いわ。早い、早い。ちょ、待て。あー、近いな。 思った以上に近づいてくるスピードが速かったえっ、ー、とどうしようかまずはじゃあ1体目ドゥーンアイテムスペースどんどん開けてい,いかなあかなあほいほいほいあがゃあしまったこいつが発狂するってさっきそうしとけばよかったしまったほんとお前なんか苦しんどるし <laughs> 階段スライダー開きとるよいしょオッケー1体目 上もうおらんよな。これで全員降りてきてるはずやねんけど、どうやろう。なんか後ろ下がってるのも、そもそも後ろ進むスピードも遅いのになんかセ,セルフのスローモーションになってるし。大丈夫やな。よし。じゃ収録時間もそこそこになりつつも、でも、なんとか無事チャプタークリアのところまで来れてよ、よかったよかったということで、あのデスさえなければい,いけどな。くソそー、あそこで死んでもうたとは思わへんかったけどな。死んでもうたとは思わへんかったけどな。 ま、そんなこんなで、あの、無事ね、チャプター5の位置クリアすることができましたんで、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、明日以降の動画もご覧いただけたら嬉しいです。ぜひね、通知受け取って、毎日しっぽりとしたラジオ感覚のバイオハザードが見たいという方はね、<Okay. S 1> まあ、刺激が欲しければバカになれっていう、あ、違う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 。はい。まあ、何の話がしたかったのって思った方はね、あの、明日その謎が解けるかもしれないんで、ぜひご覧ください。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 拜拜。